さまざまな作品からのオマージュで知られるチェンソーマンの元ネタを紹介します。神童はパトレイバーや攻殻機動隊で知られる惜しい監督作品の一つです。ケルベロスサーガという同一世界観作品の一つで、第二次大戦で日本がドイツに敗北占領された世界を舞台にしています。攻殻機動隊のようなシリアスで難解でありながら哲学的テーマが強い作品が好きな方におすすめの一作です。チェンソーマンでは主に傑作と名高いレズ編でモチーフにされています。そもそもレズ編は影響を受けた多くの作品を複合的に組み合わせていると公言されていますが、その中でも人狼を最も強く意識しているとのことです。人狼以外の影響作品についてもサクッとご紹介。カリオストロの城からはサプライズシーン、レオンからはレズのキャラクターデザインや細かい描写、台風クラブからは雨の学校と台風の悪魔、皆殺しのメロディーからはレズの惨殺シーンと裸エピロー、そしてシャープネードからはチェンソー、サメ、爆弾、台風のハチャメチャバトルなどなど、鉄道など元ネタ映画7選でもまとめていますので、よろしければ見てみてください。それでは人狼での共通点を見ていきましょう。最初の共通点はストーリーのベースにある偶話です。神童ではグリム童話の赤ずきんを、チェンソーマンのレズ編では田舎のネズミと都会のネズミをベースにストーリーが進行していきます。よくある手法ではありますが、誰もが知っているストーリーをベースにすることでストーリーに一本の筋ができて、複雑な設定や展開がマイルドに分かりやすくなっていますよね。実際のストーリーはより色濃く神童の影響を受けています。主人公はどちらも公安組織に所属する体制側の人間です。そこに現れたヒロインは実は敵対勢力の差し金で、主人公を騙したり利用しようとします。そのために主人公に接近しますが、偽りの関係の中で少しずつ本当の気持ちが芽生えていき、全てを捨てて二人で逃げる決意をしますが、その過程と結末はとても切なく、ベースにある偶話との対比も相まって最高にドラマティックなストーリーに仕上がっていると思います。無邪気なデンジとレゼの覚悟、底知れない巻間に天使のつぶやき、魅力的なキャラたちが織りなすヒューマンドラマはレゼ編が傑作と言われるゆえんでしょう。ご視聴ありがとうございました。他にも元ネタ作品をご存知でしたら、ぜひコメント欄で教えてください。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。